はい、私は日本共産党を代表して種苗法の一部改正する法律案について反対討論を行います。本法案は農家が収穫物を種苗として用いる場合には育成者権が及ばないと規定していた旧21条2項を削除し、これまで原則自由だった農家の自家増殖について許諾がなければ禁止するものです。農水省は本法案の目的を優良品種の海外流出を防止するためと言いますが、2017年11月に農水省自身が海外流出の防止は海外で品種登録することが唯一の対策としており、自家増殖を許諾制にしても防止はできません。農水省は自家増殖を許諾制にしても影響はないと言いますが、登録品種における自家増殖の実態を農水省は把握していません。また農水省は公的機関に育成者権がある場合、許諾料は高額にならないとしていますが、許諾料については何ら法で規定がなく、都道府県に予算を配分する根拠であった種子法は廃止されており、公的機関が安定的に今後も種子を提供できる保証はありません。2017年12月に内閣府の知財戦略本部産業財産権分野会合の場で、農水省は産業競争力強化法の改正に伴い稲麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害となっているとする文書を配布しており、自家増殖を原則禁止する意図が民間参入への障害を除去するためであることを自ら告白しています。種子法の廃止により公的機関による種子事業を後退させ、産業競争力支援法8条4項で国と県が開発してきた品種の知見を民間企業に提供させ、さらに種苗法で農家の自家増殖を禁止し、民間事業者の種苗市場を広げることが本改正の狙いであります。この間、政府はグリフサート除草剤の規制を大幅に緩和し、遺伝子組み換え商品の表示を実質できなくするようにしています。ゲノム編集に表示禁制を置かず、すでに遺伝子組み換え作物の栽培認可を140品目承認し、グローバル種子、農薬企業が種苗市場を独占する道が開かれつつあります。自家増殖という農家の種の権利は、日本が批准する食料、農業、植物、遺伝資源条約や国連総会で決議された小農の権利宣言に明記された農家の基本的な権利です。農家の自家増殖を原則禁止にして、育成者権を一方的に強化する本改正案は廃案とすべきであります。なお、立憲民主党の修正案は、農業競争力強化支援法8条4項の削除には賛同できますが、本法案の修正内容は、有機農業のみ自家増殖を許諾制から除外するものにとどまり、根本的な問題を解決するには不十分な内容であり、賛同できません。以上で反対討論を終わります。これにて討論は終局。